今日の試合、まあ、42試合か1試合でしかないし、あの回復にとって1試合しかないかもしれないんだけど、試合って人生だから1試合しかないから、そこでやっぱり自分の持ってるものを出し切らなかったら絶対後悔するし、出し切って初めて勝利がついてくると思うから、まあ、今日勝ち点3しっかり取るためにアップから、体と心をしっかり作って、勝ちに向かって全員で戦っていきましょう。